はい、皆さん、こんばんは。こんにちは。元公立高校理科教諭のチョボ先生です。チョボットサイエンスのお時間となりました。ということで、えー、岸田総理のね、息子さんである岸田翔太郎秘書官がですね、6月一日付で辞任ということでね、あの、辞任になった経緯はですね、あの、首相官邸ですね、 あの、内閣発足時に、あの、お披露目する、あの、赤いね、絨毯の階段があると思うんですけども、まあそこでですね、親族を集めた飲み会をして、その階段でね、 えー、まあ、内、内閣発足時と同じように集合写真を撮ったあの写真がですね、週刊文集に流出して、まあ、それがま、契機となって、まあ、トリガーとなって、まあ、それ以前にもね、ま、いろいろま、やらかしてるわけですけど、まあ、それがトリガーとなって、まあ、辞任に追い込まれたということなんですけども、まあ、これね、いろんなね、ちょっとね、疑問点がね、ちょっとあるんですけど、あの、なんか親族を集めて首相官邸で飲み会とかやってたんですけど、 だからね、まあ、モザイク買ってるんですけど、他の人たちね。いや、そんな同年代の親戚そんなにいっぱいおると思ったんですけど、いや、これ絶対自分のなんか大学時代かなんかも知らんけど、いや、友達やろと思ったんですけど、あれ、そんな親戚おるんすか服、あの、岸田総理って。ね。で、それで写真撮って、なんか階段で寝そべるような写真とかもね。うん。で、まあまあね、もう、ほんまにね、 何してんねんって感じやけども、まあ確かにあそこでね、まあ写真撮りたい気持ちもわ、まあ、からんでもないよね。確かに撮りたいなと思うんですけど。うん。で、あの、その首相官邸で飲み会ってことですけど、あれ何時会なんと思ってね。うん、多分ね、あの、まあ、1時会は他のとこでやってて、で、まあ、翔太郎さんはね、まあ、お父さん岸田総理じゃないですか。で、 今から二次会は首相官邸でやりますみたいな。うえぇみたいな <laughs> え。え、え、いいのいいのみたいな感じで。ええ大事なしも。俺の親父、実は。 総理やねみたいなね。もう漢字のノリでね、多分ね、読んでね。ここで写真撮るやみたいなうう。お前財務大臣の位置なみたいな。然写真撮って、うやーなって、もう盛り上がって、これ見て見て、これこないだな。首相官邸で撮って、みたいなね。感じになって、え、これちょっとやばないみたいな感じで、週刊文集に大かが打ったんですね。まあ、身内には敵があるかもね、っていう感じですよね。まあ多分こんな感じに関西弁じゃなかったと思うけど、もうほんまにやりたい放題やよね。 ね、もう王様ですよ。もう本当にね、この自民党政治っていうのはね、やっぱ日本人立ち上がってね、まあ、脳を突きつけない、突きつけないと、もうこんなことずっと起こりますよ。でね、ほとぼり冷めてね、二三十年後にはね、あの、翔太郎秘書官、元秘書官、多分総理やってますよ。もうそんなんでいいんですかっていうね、もう世襲議員とかね、もう二世、三世議員、もうや、やめないといけないよね。ほんまにやりたい方だよな、みたいなね。 いや、なんか、6月1日付けで退職っては出るじゃないですか。で公務員や、公務員で、私も元々公,公務員でしたから、わかるんですけど、6月1日ってことは、ボーナスが出ることが出るんですよ、あれ。だから、ボーナス受け取って辞めるみたいな。でも、それで、えすごい批判があって。 た多分あのー、退職金出すのか。6月一筆付けっていうことは、ボーナスもらうんちゃうかみたいなね。っていう感じでね。あのー、もう、多分ツイッターとかで大炎上したから、そういうの、それを見てね、退職金受け取りません。ボーナスも出ませんってことね。えー、なんかもうニュースで発表しておりましたけども、まあ当たり前やと思いながらね、ほんまにやることなすことね。もう税金をね、食い潰すのがね、まあ彼らの仕事ですからね、ということでね。なんかめっちゃ迷う気長くなりましたけども、えー えー、まあね、まあ言ってしまえばね、まあ今のその政府政治その、その政府のね、政策とかが、まあ我々の日本の敵みたいな感じかもしれませんけども、まあもちろん幅広く見た感じでね、えー、人類にとってですね、最強の敵といえばですね、皆さん何が思い浮かべますかでこの世で最も多くの人間を、 死にいた,いたらしめている動物、なんだと思いますか人類最強の敵と言っても過言ではない。ラスボス。ね。えー、まあね、いろんなものが思いつくと思います。まあ、どう猛な動物で言うとですね、まあ、サメとかね。うん。でもね、サメなんてね、年間死亡者数だいたい10人ぐらいですよ。うん。じゃあ、ライオンみたいなね。百獣の王ライオン。でもこれもね、年間で250人程度なんですけど。 ね。えー、なのでね、えー、それ、そ、そんなね、数、まあ、250人も多いかもしんないけども、そんな数ではもう比べ物になれな、ならないくらいですね、年間死亡者数、なんと100万人を超えるですね、 人類最強の敵。まあ、敵としてはね、お互い思ってないかもしんないけどね。まあ、普通に、ま、生物学的に見ればね。まあ、その、ま、死に至らしめてるっていう観点で見れば確かに、ま、敵なのかもしれませんけども、100万人近くですね、その動物が原因で亡くなってるんですね。これなんだと思いますかということでね、もうシンキングタイム5秒。5、4、3、2、1。はい。えー、実はですね、カーなんですよ。カ間違いじゃないよ。蚊。 か、あのー、夏にね,ね、もうそろそろ出てきますよ。か、プーンっていうかね、かなんですよ。あの、血を吸うね。はい。びっくりでしょ。まあ、これはね、まあね、あのー、知識がね、豊富な方はもう分かってると思いますけどもね、いろんな感染症をですね、まあ、媒介するんですね。えー、まあ、古くで言うとですね、日本農園ね、まあ、今のお子さん多くのね、 えー、日本農園に対関する、あ、対するね。まあ、ワクチン打ってますよね、日本農園ね。えー、まあでも、正直に、ね、日本農園で亡くなるとって年間3人ぐらいなんですけども、まあ、日本農園とかですね、まあ、自家熱とかですね、あと、マラリアとかね、もう上げてはキリがないほどの感染症をね、まあ、媒介するんですよ。まあ、なんでかっていうと、まあ、血を吸うからなんですけども、いや、なんで血を吸うのって言ったらですね、まあ、その、 人間の血っていうのはですね、まあ、哺乳類の血は非常に栄養分に飛んでますので、まあ、産卵するためにメスが、まあ、血を吸ってですね、その卵の栄養分、かなりの栄養分いるから、非常に栄養豊富だから血を吸うわけなんですけど、まあ、普段はですね、えー、果物とかですね、花の蜜とかを吸ってるんですけども、産卵期になると、まあ、栄養が豊富な血を吸うということで、まあ、プツ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 ,プツ刺しますからですね、もう、なんていうかな、もう血管内にね、ダイレクトにね、もうその吸ったものとかね、その、えー、その、 ま、感染症に関係するですね、そういった、ま、病原体がプス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 人,人にこう人伝いになるからですね、えー、免疫弱っている時に、えー、その感染がですね、まあ、伝播してですね、その発症してしまうと、ま、いう感じなんでございますね、ということでね。で、まあ、わってね、あの、プーンって言いますよね、あの、モスキートーン。ね。あれね、変わってね、あの、めちゃくちゃ、 とんでもないスピードというか、とんでもない羽を動かしてるわけなんですよ。1秒間にですね、800回も羽を幅羽たかせてるんですよ。あの羽バーってね、もう1秒間に800回ですよ。もう高橋名人なんて1秒間に17連打ですから、もう高橋名人の何、何 えー、40、四十倍ぐらい、四十倍以上ぐらいのスピードで、あの、は、あの、はためかせてるんですね。まあ、高橋明治に、あの、立てるのどうかと思うけど、で、変わってね、だいたい昆虫って4枚羽があるんですけど、だいたい2枚なんですよ。後ろ羽がないんですよ。で、めちゃくちゃね、他の昆虫なん、ね、倍以上なんですよ。倍以上の羽を、あの、 あの、はためかせてるので、あの、ふーんっていうね、えー、あの、不快な音が鳴っているということなんですね。で、えー、このね、川の歴史って非常に古くてですね、一番古い化石は1億7千万年前に、まあ、琥珀の中で、ね、発見されてて、なので、恐竜がいた時代からですね、もう変わっていたんですね。それぐらいね、我々の、ま、大先輩なんですけども、我々た,たった20万年前ですから、えー、なのでですね、もう非常に多くのですね、まあ、人間を死に至らしめてるということですとですね、まあ、羽の動かし 方がすごい,よっていうことであとねこれも以前ね配信したんですけども皮ってね痛みが少ないようにその、まあ、ギザギザでね返しがついてて痛みが少ないような歯のあの,針の形状をしてるのでまあ、それを利用して注射針を作ったりとかもしてるんですけどもそれイン,インスパイアしてねそういたまあ人間の医療関係にもね役立てるところもあるんですけどもでねこの皮の、ね、このプーンって音ですね非常にまあ不快ですよね。 人間が生まれた頃にはもう川がいたからこの音聞くとやばいな不快やな危険やなみたいなシグナルとして多分遺伝子レベルで刻まれてると思うんですよね。 なので、死に至らしめてる、まあ、いろんな病気を媒介する、まあ、感染症として媒介すると、まあ、いうことがですね、もう古来の人間からですね、多分インプット DNA に刻まれてて、あの音をすると不快だなって思うのは、多分そういった経験があるから、あの、その危険なシングル音し、危険なシグナルとしてですね、多分、古来人間からずっとね、もう受け継がれてるのかなと、遺伝子レベルでね、まあそういう感じがね、まあするんですけど、ね、まあ 意外にラスボスってちっちゃかったみたいなね。まあそういうところあるじゃないですか。うん、あのー、ちょっとね、まあ超マニアックな地元ネタですけど、島スペイン村のアルカサラの戦いっていうね、ライド系のシューティングゲームがあるんですけども、パパパ,パって撃っていくんですけども、最後のね、ラスボスの魔王をね、めっちゃちっちゃいんですよ。でかい2頭のドラゴンの奥にめっちゃちっちゃい魔王がいて、もうそいつ当てるとね、1万ポイントとかになるんだけど、めっちゃちっちゃいのラスボスだ。だ意外にラスボスって、え、お前みたいなね。まあ、そういうところがあるので、実はですね、もう人 人間にとって一番危険なのは蚊なのかもしれませんということで、えー、今日はこの辺にしたいと思いますそれでは皆様さようならバイバイ